は何で生きてるんだろう。最近そればかり考える。家と学校の往復が僕の人生そのもんで、それが僕の世界の全てだった。劇的でもなく、何のドラマもない人生が僕の生きてる世界だった。友達が一人でもいれば、親が晩ご飯を作ってくれれば、慰めてくれる恋人がいれば、少しはマシだったのかもしれない。でもそれは叶わない。神様が人間を作る過程で生まれた産業廃棄物、それがきっと僕なんだろう。もう疲れた。そこはどこかのホームだった。ん？どこだよここ。こんにちは。えっと君も電車待ってるの？ずいぶん若いね。は？電車？いや僕は。ああなるほど。迷子か。え、どう人生は楽しい？人生、いや全然クソだよ。クソ。そっか。じゃあもういいの？いいって。だから人生はもう楽しんだの？いや楽しんだってか。え、楽しいことなんてあんの？そりゃあるでしょ。苦しいことだけが人生なら人間なんてとっくに全滅してるよ。でもそれは人生を楽しめるやつだけでしょ。君は違うの？俺は楽しくなかった。いいことなんて一個もなかったよ。そっかそっか、大変だったんだね。でもさ、それは君が楽しもうとしてなかったからじゃない？は？世の中なんてクソみたいなことばっかりなんだよ。だからさ、それを楽しもうとしなきゃ生きてることなんて地獄だと思うよ。そんな簡単なことじゃねえだろ。そうかな。確かにそうかも。まあ最初は難しいかもね。でもやってたらきっとできるよ。なんだよそれ。別にやりたいことなんてねえし、やっぱ人生なんてつまんねえよ。それは君が何もしてないからだよ。あ？何もしてないのに好きなものなんて見つかるわけないじゃん。自分で見つけて掴み取らないと。君はさ、ただ動かない自分を肯定したいだけなんじゃないの？な、ちげえよ。それでもいいけど、それだと本当につまんないよ人生。君はどうしたいの？口を言いたいだけならいくらでも付き合うけどさ、でも今の人生を変えたいなら、やっぱり何かを変えないといけないんじゃないかな。じゃあどうすりゃいいんだよ。簡単だよ。いろんなものに飛び込めばいい。きっと君は散々な目に遭うだろうけど、それでもたかが数十年でしょ。大したことじゃない。ずいぶん簡単に言うんだな。失敗したって別に命が取られるわけじゃないでしょ。地雷が埋まってるわけでもないし、そんなに難しいことか。君にもできない？いや、人は死んだら迷わない。そう思えば生きてるうちもきっと迷わないよ。なんだよそれ。あんたのことは？いや、高校事変って小説の。小説とか読むのかよ。たまにね。俺にできるかな？できるかできないかなんてどうでもいいよ。やるかやらないか。やればいい。道はある。あんた不思議な人だな。よく言われる。なあ、人間はなんで生きてんだよ。人生の意味ってなんだ？それはさ、僕に聞いて納得できるの？僕の中に答えはあるけどさ、君の答えとは違うと思うよ。結局大事なことは自分で見つけて掴み取らないと意味がないんじゃないかな。めんどくせえなあんたは。それもよく言われるけど、まあ会ったことねえタイプだよ。あんたとなら仲良くできるかもな。それは光栄だね。でも僕みたいな人いっぱいいるよ。見たことねえ。それは君が見ようとしてないからだよ。そん、そうかもな。どうする？そろそろ電車来るけど。いや、俺はやめとくわ。うん、その方がいいかもね。いろいろありがとうな。僕も話ができて楽しかった。じゃあ最後に一つ助言を与えよう。なんだよ。人生を楽しむコツはね、目の前のことを楽しめばいいんだ。大事なのは楽しむ意志を持つこと。疲れたらいっぱい食べて、いっぱい寝て、いっぱい休んで、そんでまた歩き出すんだ。それが人生だよ。おう、胸に刻んどくわ。うん、いろんな経験してさ、今度僕に教えてよ。おう、任しとく。うん、じゃあね。うん、じゃあな。